レオノール・でアウストリアは、ハプスブルク家のブルゴーニュ公、フィリップ美公とカスティーリャ女王、フアナの長女。ポルトガル王マヌエル一世の王妃、後にフランス王フランソワ一世の王妃となった。フランス語名は、エレオノール・ド・オットリッシュ、または、エレオノール・ド・アブスブール。名前は他にもドイツ語名でエレオノーレなどとも呼ばれる。ハプスブルク領ネーデルラントに属した、フランドルのルーベンで、フィリップとフアナの第一子として生まれる。若い頃には、イングランド、フランス、ポーランドなど、数々の王家から結婚の申し入れがあった。1517年、レオノールは、プファルツ選帝公子フリードリヒと恋愛関係になったようで、1年前に、スペイン王位を継いだばかりの弟カルロスに、フリードリヒからの恋文を読んでいるところを見つかった。カルロスはフリードリヒを宮廷から追放した上で、レオノールには弁護士の前で秘密結婚などしていないことを誓わせた。1518年に義理の叔父ポルトガル王マヌエル一世の3番目の王妃となった。マヌエル一世の2人の繊細イサベルとマリアは、レオノールの母フアナ女王の姉と妹であった。元は、マヌエルの息子ジョアン王子との婚姻予定であったが、カスティーリャで起きた反乱に、ポルトガルが加勢する可能性を潰すため、弟カルロスが手配した。マヌエルとレオノールとの間には、王子、カルロス、王女、マリアの2子が生まれたが、マヌエルとは1521年に死別した。なお、マヌエルの死後に、ジョアン3世がレオノールとカルロスの妹カタリナと、また、ジョアンの妹イザベルが、カルロス自身とそれぞれ結婚し、両家の関係を結び直している。その後、レオノールはカルロスのスペイン宮廷へ戻り、しばらくは未亡人として暮らした。1523年にカルロスの対フランス包囲網への思惑により、ブルボン公シャルル3世と婚約させられるが、婚姻には至らず、1530年にカルロスと敵対していたフランス王フランソワ1世と再婚した。二人の間に子供は生まれず、また、フランス宮廷において政治に関わることはほとんどなかったが、カルロスとフランソワとの間の橋渡し役になった。1558年に死去したが、同じ年に弟カルロス、妹マリアも死去している。の父は、ポルトガル王ドゥアルテ一世。ジョアン一世の子で、弟にエンリケ公会王子やの父ジョアン、妹にの母イザベルがいる。よって、トとは、共に、ジョアン一世を祖父とする、いとこ同士となる。なお、最初の夫である、ポルトガル王マヌエル一世の父フェルナンドも、ドゥアルテ一世の子であり、の兄である。テーマイニがいる。ありがとうございます。